上がって落ちてくるところを打つ人が多いんですけど、ボールが上がってくるところで、ね、上昇するところでボールを捉えてくださいってお願いしてます、ね、上がって落ちてきたところで打つんじゃなくて、ボールが上がってくる途中で、ね、ボールを捉えてください。なんでかって言ったら、相手がこう打ってきても、ね、ボールは上へ行きたい上へ行きたい、ボールが上がってくるところだったら回りながら上へ行きたい、ね、ところでボールを捉えてあげればボールは簡単に上がってくると思います。だけど、ね、バウンドして頂点から落ちてくるところだとボールは下に行きたいばっかりなので、ね、回転が強い場合はもっと下へ行きたいボールがもっと回転強くなっているので落ちやすい、ね、簡単に上げるためにボールが上に上がりたい、ね、ところでボールを捉えたい、これまた試合の中で攻める攻め方、変わってくる。